多分予備校業界で一番危ない話をするのは彼だろうみたいな。めっちゃ怒られてばっかりだ。やられたらやり返す。はい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 、はい、いやー参ったね。お前黙ったらいいになって言いたい方で言ってるらしいけど、まあいい感じしないと閉めるで。ここが先生だけどやっちゃうこれ。ちょっと接点 T やっちゃう。接点 T。 どうだ、始まりましたムジェスチャンネル。さあ今回はスペシャルゲストこちら。どうもこんにちは、西教授です。はい、中本先生おいていただきました。ありがとうございます。いつ頃帰ってくるんだろう。さあどうなるんですかね、はい、次回の審査員はぜひ西先生に。そうですね、はい、英語講師オーディションで。そうですね、はい、僕が実際習っていた先生になりますので、これですね、まあ、有名な本ですけども、この英文法クラブっていう、僕が初めて個別指導で高校生ですね、受験生を担当した時に使っていた。ああそうなんですか。この本になります。そんな恩師やってきていただきまして、ね、まあいっぱい来てたんで、中本先生出てほしい出てほしいっていうのもですね、はい、まあ、多分予備校業界で一番危ない話をするのは彼だろうみたいなのが来ていたので。そんなことないですよ。まあ、サテラインの授業でもピー音が入る先生というので。ご迷惑おかけしました。よく怒られたね。昔寸大からヨゼミに移籍という形で、はい、だから今日ね、いろいろ言うと何か問題を起こしてヨゼミ迷惑かけるといけないので、今日は一応元寸大講師という肩書きで。なるほど、ヨゼミ講師何やっても大丈夫みたいな感じでやらせていただきたいと思います。はい、はい、どうですか、やっぱ寸大とヨゼミって全然違うところでしたか。もうね、全然違う。僕よく当時、はい、どうヨゼミって聞かれた時に答えたのは、職場が変わってたんじゃなくて職種が変わったと。寸大からヨゼミ行くと、もう職種が違う。同じ予備校講師って言っても職種が変わりましたねみたいなこと言って、寸大からヨゼミに移った先生方にはみんなに賛同を得られたんだけど、ね、お、そうなんですね。だってさ、某元暴走族の総長の人とか、はいはい、可愛らしい女の子が質問に来て、うん、先生あそこで先生が説明したことがよく分かんなかったんですけどって来たら、うん、それはお前がバカだから。わお。で生徒が分かりましたって言って帰る。これ見た時に、はい、俺けしからんとか全然思わなくて、はい、最高って思って、めっちゃ楽しいじゃんこの職場って。LW って総大クラスの女の子たちが、はい、まあ、3人ぐらいいつも前に座ってる子がいて、はい、その子がまあ講室に総長と喋りに来るわけね、はい、まあ、近くに西さんもいました、はい、で、あ、ブスとか言うんだよ普通に。先生は弟子たちのことブスとか言わないでよ、だってお前ブサイクなんだからしょうがないじゃないかみたいな話してて、あ、いいお前らなんかブサイクなんだから生きててもしょうがないんだから肩揉めって言って、はい、え、何それ失礼ね、もうって揉み出すんだよ。でそれ見てて、うわすげえなこの職場と思って、近くにいる西さんも、はい、そうだよブスみたいな感じ言ってるから、はい、で彼女たちが帰った後に俺言ったの、はい、いいのって、はい、生徒に向かってブスと絶対寸大じゃありえないけど、はい、いやあいつら喜んでるんだから、はい、授業でもいじってサテラインとか流されて喜んでるんだから、はい、いいんだよ。だから中本さんもさ、今度ブスって言ってごらんよ、はいはい、あそうなんだ、じゃあ今度行ってみるみたいな、はい、これ普通の30代男子の言う会話かって思ってたけど、俺もまだ分かったから、はい、じゃあ言ってみようと。おいおいおい、けど普通にいろんな人たちがブスブスって言ってるところに向かって、俺がもう一つブスってかぶせてもね、はい、やっぱりしょうがないし、うん、それはやっぱり寸大講師としてのプライドもあるから言葉変えなきゃと思って、それで君たちね、ブスとか言われてかわいそうだね、うん、けどよく見たら君たち産業廃棄物みたいな顔してるねって言ったんだよ。もう教室ドカーンで、ああなるほど、めちゃめちゃウケたわけですね。で、ああ俺やっぱりいい仕事したなと思ってたら、次の週ぐらいにサテラインの衛生部からなんか1枚の通達が全講師に行って、先週生徒に向かって産業廃棄物という暴言を吐いた講師がいますみたいな。おいわしのことかよみたいな。そんな感じでめっちゃ怒られてばっかりだったね。だけど一人一人見ると人気のあって、こう上にいた先生っていうのはやっぱり喋ったりしてみると人間的魅力っていうのがすごくあるし、富田先生は意外に思われるんだけど、僕はここ5、6年は年1回ぐらい食事してるんですよ。これ見てる人たちもそうだし、森田先生もそうだけど、ヨゼミの先生は英語のベテラン同士はなんとなく仲が悪いみたいな感じで思いがちかもしれないけども、まああることで一度吉祥寺で食事をして、それから年に1回はいろいろ話をするようになって、
西谷先生をね、僕英語の先生として見たことが一度もない。そうなんですか。他の先生とかしゃべるときは西谷先生という言い方よりも西谷プロって呼んでることが唯一学びたいと思ったけどできないというのは批判しないよね。ああなるほど、そうです ね、うん、それはものすごく強い意志がないと、うん、僕らなんかも普通にちっちゃい人間だからやられたらやり返すみたいなところがあるんだけども、そういった意味ではプロだよ、うん、そうですね。僕が習ってた先生たちですけど、うん、あれまだなんか一人当時別のもう一人先生いらっしゃいましたね英語いたっけ。いやなんかバチバチのママにやられたらやり返すの方がいらっしゃったなっていうのはね、はあなんでこの人だけさんも先生も使えないの。いやー参ったね。もともと別に寸大の先生でもあったから、はいはい、接点はあまりなかったけど、でも授業態度が悪すぎると、ね、お前が大嫌いだってサテラインで言われるかもしれないですけどね。うまいねそれ出す。そんなこと言ったらもう英語の先生だけどこうやっちゃうこれ。ちょっと接点 T やっちゃう。接点 T 一緒な校舎もほとんどなかったかな、うん、けど辞められるって僕より2年ほど前に寸大やめて四つ目に行かれたんだけど、辞められた時には僕と太り先生っていう先生とで、はい、送別会の幹事をやって、まあ、頑張ってねっていう。その時は僕は自分が四つ目に行くと思ってなかったから、はい、四つ目引っ掛けましたよみたいな話をして送り出したんだけど、で俺が2年後に四つ目行くことになって4月から四つ目で授業し始めたら、あちこちポツンポツンとなんか先生が先生の悪口言ってますよみたいな、はい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 、えなんでみたいな感じで、まあ、なんで言う必要があるんだろうって思ったわけね、うん、でもあんまり悪口言われるような教え方、別に批判されるような教え方でもないじゃん、うんうん、いい悪いじゃなくて普通のことしか教えないので、はい、中本の教え方ここは間違ってるっていうのはそんなにないと思うんだよね、うん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 、で何をどう批判されるんだろうってよく分かんなかったんだけど、予備校っていうのはそうだし、特に当時の予ゼミっていうのは客集めた方が強いから、だから僕らなんか1年目でどんなに寸大で実績があるってもうまだ大した実績もないし、うん、生徒の数だって少ないわけだから、うん、まあこれ教務にチクるのは嫌だったわけ、うん、まあまあちょっと様子見ようと思ったら、うん、まあ夏とかやっぱりいろんな生徒が受けたりするから、うん、そこでやっぱりまたいろんな生徒から声を聞いて、うん、すっげえ悪口言ってましたよ、なんでだ、じゃあちょっと詳しく、あんまり聞きたくないんだけど詳しくって言ったら、寸大がこうなったから来たんであって、寸大が持ち直したら戻ろうとしてるとか、誰がそんなこと言ってたみたいな感じのことを言われたりとか、まあ、給料泥棒って言ってましたよみたいな感じのことがあって、いや勘弁して、俺はもう一切言ってないよ、だって俺1年目だからさ、人の批判とかしてるどこじゃないし、そうそう、ね、だけどやっぱり予選もそういうところは放置するじゃん、はい、基本的に、うん、教務が関わって先生同士批判をやめてくださいってことは一切ないから、うんうん、産業廃棄物って言ったらお母さんある程度もう行っちゃったんだよね俺も、我慢の限界に達して、じゃあその先生が寸大時代に帰ったのよ、研究者の高校英語研究っていう雑誌に書かれていて、パラグラフリーディングなるものはまあデタラメだとか、スキャニングスキミングとか言ってるのはダメだよっていうのを持ってきて、当時パラグラフリーディングね全盛時代を迎えつつあったから、その部分と真っ向逆じゃん。でそれをまずいきなり何の前触れもなく生徒たちに向かって LE1 組 LV っていうのかな、一番ヨゼミの一番多くの人数が受講する目の前もね、衛生でもその授業で、いや実はみんなもいろんな先生がいてね、読解とか大変だよね、その中から自分で合うと思ったものを選ぶんだよって話をして、まあただ読解なんかだと意見がやっぱ割れるからっていうね、例えば僕が以前見た雑誌とかだとこういうふうなことを言う人もいるけれども、まあまた逆でパラグラフディーニング、スキャニング、スキミング最高っていう先生、これはもう分かるわけ、習ってるから。でこういう全く逆のことを言う人もいるからねっていう話をして、不可解なのはこれね、全く同一人物が書いてんだよで、うえーみたいな感じになって、そこからカメラ目線で、お前黙ったらいい気になって言いたい方で言ってるらしいけど、お前いい加減しないと閉めるぞほらって言ったんだね。これはショッキングで、まず悪口というか批判はいろんな先生もあるんだろうけど、まあ名前は出さないよね、あの人だと分かるように言っても名前は出さないし、で僕の場合はカメラ目線で名前出して閉めるぞって言ったので、一瞬なんか静まり返った後うわーってなって、ただ俺はその時にヨゼミに叱られて切られてもしょうがないと思った、はい、ああなるほどなるほど、けどそれぐらいやっぱ頭切ってたんだろうと思うし、だって悪いのは
100% 向こうなりそれを放置した興味あるわけでしょ、うん、はあ、言われたらもういいやと思って言っちゃったんですよ、はあ、でしたら当然キョン部長がな、はあ、バッと来るよね、はあ、で何に言うんですかって言えないじゃん、はあはあ、だって今まで散々僕が言われてきたことを知ってるわけだからさ、うんうん、でただそれはキョン部長の人はすごく分かった人で、うん、僕のこと嫌いな人があの衛星の方に一人いらっしゃったのね、はいはい、でトップが、はい、でこの人が中本けしからんと始末書書かせるって言い切り立ってたわけ、はいはいはい、でその時にそのキョン部長がそれを知って僕のところ来て、はい、衛星のトップが始末書書けっていうふうに言うと思いますけど、それはそれ出されても書く必要ないですっていうふうに、多分僕が3期だっていうのはその時初めて知ったんだと思うんだけどえらいことになると思って、はい、で実際にはそのキョン部長さらに上の本部長という方が僕がやったことは不問、まあ複数の人間が英語を教えたらやっぱりちょっと意見は合わないよ ね、 でそれを面白おかしくまた批判し合ってるよとか。これでも何年ぐらい続いたんですか、その戦いは。それは現在完了申告やな継続用継続用For 22 years. 長い。そう見えるんだけど、はい、だって僕はその時に授業でね、はい、その暴露した時に俺は1回しか言わないぞって言った、はい、この1回しか言わないぞ、はい、証人はいくらでもいると思うけど、はい、その年は俺はその時しか言わなかった。あ、なるほどなるほど、うん、その後で彼は言い続けたで、その時にね、あ、俺もう多分切られるし生徒にめっちゃ敵増やしたなと思った。うん、なるほどなるほど。で次の週行ったらもう生徒一人もいなくなる、400がゼロになったらどうしようみたいな感じで思って行ったら、史上最もここに貢ぎ物が多かった。あ、なるほど。当然の資料だから僕のファンなんていないから、大してその時は西谷さんとか、はい、プロとか、はい、富田先生とか西さん、まあ、この4人5人でやってたから、はい、そのファンたちがよく言ってくれました、はい、ああなるほど。僕だけ悪口言ってたわけじゃなくて、はい、全方位でおっしゃってたとかね。ただまあプロにしたって富先生も西さんも相手にしないというか、はいはいはい、なんだよ金持ち喧嘩せずだから。なるほど。で勇気になってたんだろうけど、一人だけ広島のチンピラだから僕はいはいはいチンピラだから許せなかったんだよ、まあ、だから生徒から見ればその一発だけだよ、はい、けど未だに言い争いしてるって言ってくるのは未だに予備校のことを見続けてる、そうですね、フォロワーの人だったりするじゃん。その人たちは社会で頑張ってよと思うんだけど、はい、未だに例えば予備校講師の発言とか定期的に見に来たりして、はい、仲間とかまた言ってるって、はいはい、いやそんな僕も暇じゃないので、でネタ生徒も飽きるので当地で年1回とあとパラリで年1回ぐらいなんですけどっていう感じじゃない。それをがなんかずっと未だに言い争っているみたいな感じで言われるけど、いや当地のネタはこれいじれるじゃん。そうですねって言っちゃっていいのか分かんないですけど言おうよ。もう完全メンバーシップだこの辺全部そうなん、うん、だから僕らとしてはもうずっと悪人形売ってるわけでもないしさ、向こうだってもう関わりたくないだろうし、ただ自宅からよゼミ通う時って必ずあの等身の前通るんだよ、はい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 、で行きも帰りも、うん、だから今出た先生のみならず西さんの写真出たかないや今は出てない今は出てない、今こうやってなってた、そんななってない今も総長の写真もあったし、安子先生ね、はい、はもう昔からずっと顔でね、うん、いらして、いや安子先生は僕より3つ4つぐらい上智下なんだけど、すごい人間的にもできた、まあ俺がずっと人の悪口言ってるからフォローしようと思って言ってるわけじゃないけど、いい人だよね。あ、いい人ですよ。中間先生のことも言ってましたよ。お話した時に、そう、おごってくれたよって言ってましたよ。よかった金出してよかった金出してうん、本当にいい人だと思った。西谷プロと一緒な面はといえば悪口は、はいはい、ああなるほど。ああそうですね。だからいろいろとこう言われることがあっても、うん、4議論とかそういうことに関して言われることがあっても、はいはい、自分の芯持ってらっしゃるし、うんうん、やっぱいろんな人材いるよね。いいね、いろんな人と身近にね接することができて、はい、いろんなベテラン先生とか呼んだりして、なんか英語系 YouTuber として光るみたいな存在になる。光るみたいにいろいろやって、ね、いや慣れたらいいですね。いやじゃあ俺手越違うだろ柴田だよね柴田とかいう感じで
そんな直美先生、じゃあ、うん、次はその寸大時代の話もちょっと聞きたいなと思って、はい、寸大の話まっとうだからあんまり今回みたいな話はないかもしれないけど、その辺を、はい、楽しみに。いやーまさか先生の話が出るとは。出すでしょ僕の授業でもめちゃめちゃ言ってましたよ悪口を一回90分やったら覚えてます？覚えてない。90分の悪口だけやったことあります。マジ？へえ。それね、津田沼校で。津田沼校で。へえ。ちょっと言っとかないといかんみたいな。でその時僕は何も知らなかったんで、そうなってるって、うんうんうん、いわゆるさて見てないと、うん、授業僕らは取ってないんで、だからそんな風になってんだっつって、うん、90分は持ってると思いますけどね。そうなんですか？進まなかった。90分は無理。テキスト進まなかった。90分はないです悪い悪いところで、ね、予備校講師になったのだいぶ持ってるよいやテキスト進まなかったってなって話題になりましたよ。いやいやいや持ってる持ってる僕ら記憶の中ではテキスト進まなかったそれやったら一発でもう呼び出されるよ進度チェックされるんだけどそうですそういうねこうちっちゃい持っていくのがねこうなってね、まあいいんだけどね、予備校講師ですよねそれ、うん、もうもう立派ちゃんとした予備校になる Welcome to the club ってやつだねいや僕の記憶ではそうだった。いやいやモルモル持ってちょっと悪意のある皆さんちょっと悪意のある盛り方してます盛り鉄ですからね、はい、いやいやいや結構言われてます。いろんなところで言われてるんですこれ盛り鉄の盛りってそっちなんですそうって言われちゃうので、いやじゃあぜひ次回、はい、はい、楽しみにしてください。